威勢のいい掛け声とともに夏の風物詩が行われました。中区丸の内の名古屋神社でこの季節恒例の例大祭が行われ、初夏の訪れを告げる神輿渡御の行事におよそ300人が参加しました。名古屋神社の例大祭は江戸時代から名古屋三大祭りの一つとして親しまれてきました。現在では氏子を中心とした法被姿の参加者が神輿を若宮八幡社へ担いでいくのが習わしとなっています。宮司が祝詞を読み上げると参加者におみきが配られ身を清めます。若宮八幡社までは片道およそ 1.5 キロ。威勢よく通りに抜けると掛け声が中区の中心街に響き渡ります。本当にお祭りを好きで、おみこしが好きでという若い人たちの団体がありまして、そういう方たちが仲間を呼んでくださってね、だから非常に活気があってね、この丸の内の地域のね、皆さんともつながりができて、元気のいいお祭りができるようになっております。この暑い中ね、元気に声を出して汗をかきますとね、一層元気になって、皆さん本当に楽しくやってくれてますね。途中の交差点では総勢200人の担ぎ手が神輿を支えて、道の真ん中を大きくうねる大回りを行いました。参加した人たちは蒸し暑い気候を掛け声とともに吹き飛ばし、地域の人たちに夏の到来を告げていました。